マカケの新作のバッグできたよ。どうもジャッシュ・ジコです。おいです。弟です。まあ、今回ですね、あの新作のマザーズバッグできましたと、はい、いうこと で、今回あの作ったきっかけと、はい、コンセプトをまたあなたから説明していただこうと思うんですが、はい、まずこちらお名前があのパパが持ってくれるマザーズバッグというお名前のバッグでございます、はい、でこれなんですけど、まずあの革問屋さんがウォッシャブルレザーこんなんあるんですよっていう提案を営業してくれて、うん、あそうなんやと思ってその素材あること知ってて、バッグで洗いたいタイミングってどういう時かなって考えた時に、うん、やっぱあのお子さんのものを入れるマザーズバッグは清潔に保ちたいやろうなっていうのをちょっと思いついたんで、うん、あじゃあマザーズバッグをこのウォッシャブルレザーを使って作ろうっていう気に至ったんですけど、普通のマザーズバッグを作っても面白くないんで、うん、コンセプトをパパが持ってくれるマザーズバッグということにしましたと、うん、基本的にあのやっぱりもうそのピロンに引っ張られて、うん、僕ちょっともう入ってこない、多分これ皆さんも一緒だと思う今ピロンだったから皆さんもここから先の情報入ってくるので来てください、同じ言われるようなということで、あのこのパパが持ってくれるマザーズバッグっていうネーミングにしたら、まあ、奥さんがこれを買ったと、うん、あの届いたと、うん、あの名前を旦那さんに説明するときに、うん、これパパが持ってくれるマザーズバッグっていう名前やねんっていう風に言ったら、さすがにあの鈍感なパパも、あこれは奥さんいつも持ってほしいんやなっていうことを、うん、あの近回りで気づいてくれるだろうということをコンセプトに入れて作りました、うん、いい圧力になりますもんね。そうです、圧力ありきのネーミングにしました、うん、はい、じゃあそのわけで今から作ってるところ見てください。どうぞ。では作っていきます。では本日は裁断から入っていきたいと思います。今回は大きめのパーツが多い制作動画となります。今回は分厚い革ではないので基本的にカッターで裁断していきたいと思います。分厚めの革だと革包丁の方が切りやすいのですが、カッターは薄めの生地や革を裁断するときに愛用しております。オープニングでも言った通り、この革は洗える革となっております。なぜ洗えるのかというと、使用しているレザー、豚革が特殊加工されたウォッシュブルレザーという本革なので、洗濯機に入れて丸洗いすることができます。しかし注意点があります。それはこちら、洗剤を入れて洗うとレザー自体がダミーになってしまうので、基本的に水洗いだけが可能となっております。ちなみに豚革は日本で唯一原料の革を 100% 調達できる素材となっております。表面が独特のしぼと毛穴の跡がついているのが特徴です。軽量であることが最も差別化を図る上でのポイントとなっております。しかもちょっとした汚れなら簡単に拭き取れるため、とてもお手入れもしやすい素材でございます。豚肉の消費量が多い日本では豚革の生産量も多く、革の中でも唯一自給輸出が可能な素材でございます。日本製の豚革は海外で高い評価を受けております。今回は大きいバッグのためかなり縫う動画が多めとなっております。黒いレザーに白のステッチ、これははみ出すとかなり目立ってしまうため職人の腕が重要となってきます。こちらは D 管を隠すための上にかぶせるレザーですね、うん、D 管を隠すために上にレザーを貼るというアイデアはとても素晴らしいと思います。革は本来水に濡れると色が落ちたり風合いが硬くなったりする水に弱い素材ですが、染色堅牢度や形状、強度などの物性を高め耐洗剤性を持たせています。こちらは便利ストラップにも早変わりになるリュックの紐を作っております。便利ストラップにしてほしいという提案は山あゆさんがしてくださいました。子育てをする上で公共の場所で奥様がぐずってしまった時にあやすためのおもちゃがバッグの中にあるのだが、どこにあるかわからないという状況を解消するためにこちら便利ストラップをつけました。おもちゃだけではなくケーキケースなどもつけれるのでとても便利だと思います。今回使用している糸は上が8番、下が20番の糸でございます。このコンビネーションはかなり丈夫に仕上がるということです。では外装が出来上がりました。ちなみになぜレザーでこのマザーズバッグを作ろうと思ったのかと言いますと、合皮などであれば加水分解もしてしまうので劣化がしてしまい長年使うことが不可能となります。しかしレザーであれば丈夫な上に、しかも
重いという欠点を豚側なら解消できるということで今回豚にしました。さらにマザーズバッグといえば結構女性向けのものが多く男性が持ちにくいというデザインが多めです。しかしレザーであれば男性も恥じらうことなく持てるので今回このバッグを製作しました。肘をかっこよく置くマサさんでした。ちなみにこのミシン、ミシンの懐が大きいのでカバンなどを縫う際はとても縫いやすいです。しかも自動で糸を切ってくれます。こちらは三菱製のミシンでありますがさすが三菱というところでしょう。ヒロさんによると三菱はミシンだけではなくトラックも乗りやすいそうです。ちなみに今回の内装はキャットライトという抗菌の生地を使用しております。光触媒なので太陽光に当てると殺菌されます。さらに太陽光だけではなく蛍光灯の光でも殺菌することができます。今回は金具がかなり多いのでハンマーで叩くシーンがかなりあります。ちなみに中に入っているものを簡単に取り出しやすくするために今回はファスナーではなくマグネットフックを使用しました。実はの話、私たちの商品の統計上から言いますとマグネットフックは女性に人気が高くファスナーは男性に人気が高いという傾向があります。フックをゆっくりつけていきます。今から釘で穴を開けていくのですがいきなり開けると失敗してしまう可能性があるので両面テープを貼り付けてからで上から叩いて穴を開けていきます。指で穴を開けるときはすぐ上からハンマーで叩くことがポイントです。斜めから叩いてしまうと穴の大きさが不格好になってしまう可能性があります。またまた金具を通すための穴を開けていきます。ちなみにこのリュックの紐となる部分は負荷がかなりかかってしまう部分なのでしっかり補強を入れて生地が破れないようにしております。このような補強のために入れる布のことを力布と言います。では内装を塗っていきます。バッグの内装はキャットライトを使用していると言いましたがキャットライトは柔らかめの生地なので糸上紙をあまり強くすると生地自体がつってしまう可能性があります。そのため糸上紙をあまり強くせずに針を細めに設定するのが縫う時のポイントとなっております。ちなみに今回はあまりゴムのりを使っていません。その理由を聞いたところピックスウェードはゴムのりがついてしまうと取れにくくなってしまうからです。そのため両面テープが多めに使われております。こちらは先日導入したばかりの裁断機でございます。以前まで使用していた小さめのクリッカーと呼ばれる裁断機は小さいパーツを裁断するのに適しておりましたが今回は大きめのパーツを裁断したいので一度でパッカリと裁断できる大きめの裁断機が大活躍しました。ちなみにこの裁断する時の裁断音は台のトイレまでしっかり聞こえます。すごい勢いですね。では最後のバッグの口周りを塗っていきます。今回はかなり金具などが多めに付けられておりますのでそれらが邪魔してちょっとだけいつもよりは縫いにくいらしいです。マサさんが言っておりました。このように様々な素晴らしい職人の技術により一つのマザーズバッグが完成します。やはり金具が多いので手慣れていつもはサクサク縫うマサさんもしっかり様子を見ながら丁寧に縫っております。そして最後にしっかり前髪を整えるマサさんでした。そんなこんなで完成しました。何の変哲もないカバンでございますが大容量な上に 2way のリュックタイプになるトートバッグです。スペックの説明、じゃあそのわけで完成いたしました。はい、おめでとうございます。そのわけでですね、今から使用感とスペックを、うん、山宵ちゃんと、高井ちゃんに、解説させていただきますのでよろしくお願いします。では説明します。それではパパが持ってくれるマザーズバッグの商品説明をさせていただきます。こちらなんですがこのようにトートバッグで持つことはもちろん 2way 仕様となっておりリュックとして持つこともできます。リュックへの変更方法なんですがここにストラップがついています。このストラップをこの D 缶とこっちの D 缶に通して反対側も同じように通してリュックにします。このように背負うこともできます。トートバッグとして使用するときはこちらの D 缶はこのようにしまっておくことができます。
マサさんの小さな心遣いが嬉しいですね。そうですね。中はたっぷり大容量です。マザーズバッグはね、もう大容量じゃないともう本末転倒なんでね、しっかりたっぷり入る仕様となっております。開閉はこのようにマグネットホックで行います。開け閉めがとても簡単です。中にはポケットが3つありまして、こちらの大きいポケットにはおむつ替えシートがすっぽり入るサイズでございます。中と小のポケットもありまして、こっちのポケットには母子手帳がスポッと入るようになっており、こちらにも、ね、小物をさっと入れれるようになっております。はい、外側にもポケットがあり、ここにはスマホもこのように入ります。こちらのリュックの際に使うベルトなんですが、なんとこちらトートバッグとして使うときは便利ストラップに早変わりします。ここにホックがついているので、物を通して留めて使えます。こうやって中に入れておくと、このように取り出したいものをさっと取り出せるようになっております。さらにこのリュックにするときに通してた内側の D カンなんですが、こちらもトートバッグとして使用するときはマグポーチなどを吊るすこともできます。街はこうゆったりとしてて、ただ荷物が少ないときはここを留めると小さくもなります。バッグの内装生地には抗菌消臭機能を持つキャットライトを使用しています。光に反応して抗菌消臭汚れを分解してくれる特殊生地で、太陽光はもちろん蛍光灯の下でも機能を発揮します。こちらシンプルで飽きのこないデザインなので、お子様が大きくなってマザーズバッグがいらなくなった場合は普段使いもとてもしやすいです。すごいたっぷり入るのでキャンプなどアウトドアにもおすすめですし、もともとマザーズバッグ目的で買っていただかなくてもぜひぜひ、ね、欲しい方は皆さん買っていただけると嬉しいです。はい、こちらのバッグなんですが本革を使用してますので、とっても丈夫で長い期間使っていただけると思います。プロジェクトの詳細チャンネル登録よろしく。そのわけで完成いたしました。完成何回すんでや。何でスペックと使用感こんな感じでございました。はい、今からこのプロジェクトに関しての、はい、詳細を弟の方から解説させていただきます。はい、こちらあのクラウドファンディングの幕開けで6月からスタートさせていただきます。お値段なんですが、定価は2万8000円なんですけれども、先着順にお得な割引があります。超早割 30% オフが80個限定で 19,600円からスタートさせていただきます。でそれが売り切れると次早割となりまして 20% オフの150個限定でお値段が 22,400円となっております。先着順にお得なプランとなっております。でですね、今の時点でこれ、はい、あの6月の5日、日にちまで具体的なこと決まってないのですが、はい、まだですね、あの新進公募の公式 LINE にて、いち早く情報を発信させていただきますので、まだお友達登録されてない方はこれを機にぜひお友達登録して、新着情報をいち早くキャッチしていただけますと幸いでございます。はい、じゃあそのわけで以上でございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。この動画は出演潜入兄弟山あゆ、製品制作マサさん、制作実況高井、動画作成高井でお送りしました。真ん中の正方形は幕開けへのアクセスボタン、真ん中の丸はチャンネル登録ボタン、左はおすすめの動画、右はおすすめの動画リストです。最後までご視聴ありがとうございました。